反信長勢力を煽り包囲網形成の中心を成していた足利義昭が京を追放され、幕府は事実上崩壊した。勢いを取り戻した信長は浅井朝倉討伐のため再び出陣。近江に留まっていた朝倉勢を吸収する。浅井との連携を断たれた朝倉勢はあえなく敗走。猛追する信長は義景を利根坂に追い詰めていた。利根坂の戦い。朝倉勢の動きはどうだ。彼らはすでに近江からの全軍撤退を決めたようだ。一条谷城に戻って立て直しを図るつもりだろう。だが隊列が乱れているのか足は遅い。利根坂あたりで追いつけるはずだ。うむ、そこが義景の最後の地となろう。かつて俺は義景様より守る強さを学んだ。だが信長殿と再会し、それでは不足と悟った。この戦で俺は義景様を討ち、かつての己と決別を果たすつもりだ。そうか、ならば行くぞ光秀。利根坂の地で朝倉を滅ぼすのだ。手柄を立ててくるか。使命を果たす。逃がしはせんぞ。この利根坂で義景を討ち、朝倉を葬るのだ。もはや勝機は逸しました。急ぎ一条谷まで撤退し再起を図るのです。織田勢の追撃を食い止めよ。やれるものなら やってみよう。後輩より敵が現れぬとも限らん。本陣は油断なく守りを固めておく。平門よそにやろめ。打ち死にも。そこか。打ち取った。打ち死に。
手柄です、主。俺に任せ。合点承知。さあ、かかってこい。敵将、切り伏せた。討ち死に。おいらの出番。承知した。一ついただきだ。織田の勢いが止まらぬ。石垣様の撤退まで少しでも時を稼がねば。開門。口は開けた。織田ども、吉影を追え。信長の好きにはさせぬ。織田勢を一条谷城に近づけるな。朝倉の命運は月とも同じ。我らは織田に味方する。開門。討ち死に。敵将、オイラが討ち取った。叶う相手ではなかったか。その技、俺にも教えてくれよ。俺に任せる。合点承知。ブーン、来そうぞ。変なで終わる。敵将、切り伏せた。悔しいが、ここまでか。打ち死に。刹那で終わる。俺はまだ強くなれる。敵将、切り伏せた。叶う相手ではなかったか。お見事にございます。承知したな。やっちまうぞ。手柄はもらった。どんどん行くぞ。どんどん。さすがは吉君、守りの固さは大したもの。やめ。どう攻めたものか。親父、俺に任せてくれ。忍び込んで中から城門を開けてくるぜ。開門。俺にかかればこんなもんだ。誰だ、勝手に城門を開けたのは。薄汚い織田のネズミどもめ、覚悟しろ。手柄はもらった。敵将、オイラが討ち取った。討ち死に。今が好機、一気に一条谷城を攻めろ。開門。承知した。越前の者たちが織田の犠牲に。どんどん行くぞ。どんどん。
に任せろ。せい刹那で終わる。勝手昇進。刃を受けろ。刹那で終わる。武器商切り伏せた。討ち死に。父上、仇討ちはなりませんでした。討ち死に。合点承知。辰沖殿、さぞや無念でしょう。やったぜ助太刀、ありがとな。邪魔者も消えたことだし、うん、こっからが本当の勝負だ。早これまで一戦交えて潔く散りましょう。開門。かつての俺と決別を果たすため、吉影様、刹那で終わる。あなたを全力で倒す。古き断りに縛られた者、新たな世は語れん。天下一新のため朝倉は滅ぶほかない。剣心、聖堂を汚す者たちを討つべく水産。なんと剣心殿に来ていただけるとは。越前の命運、まだ尽きてはいないようですね。上杉謙信、そして邪魔だです。合点承知。するか。攻撃されては厄介だ。急ぎ上杉勢を止めろ。開門。合点承知。勝利条件変更。織田勢が一条谷に向かっている今が好機。全軍織田本陣を吸収せよ。剣心と正攻法で当たるのは得策ではない。先に上杉の兵力を削っておけ。行け。織田勢を上杉本陣に近づけるな。敵の兵力、少しでも削っておきたいな。ここまでのようですね。光秀の全てで悔いのない道を進むのですよ。討ち死に。吉影様、あなたにも認めてもらえるよう、いつか必ず作ってみせます。お承知したや。負けた者と諦めていたが、上杉が共にあれば信長を討てるかもしれぬ。手柄はもらった。我らには軍神と称されし剣心殿がいる。織田勢などにひるみはせぬぞ。そんな吉影様が討ち死に。よし、気を引き締めて本陣の守りを固めておくぞ。一条谷城より戻って来てくる織田勢を迎え撃つ。速やかに敵の砦を奪い、布陣を整えよ。まずい。倒しても倒しても上杉勢が。俺の力の礎となれ。
力及ばずか。討ち死に。おいらので承知した。光秀さんの強さ見習わないとな。やっちまうぞ。とよし、手柄はもらった。そりゃそりゃそりゃと、今夜のめ。武功一ついただきだ。なんと見事な。叶う相手ではなかったか。よし、上杉勢を押し戻すぞ。上杉の固い守り、鉄砲でなら崩せよ。鉄砲隊を出せ。織田は何やら企てている。合点承知。支払え。刹那で終わる。合点承知。こちらの動きに気づいたか。邪魔はさせるな。出てきた敵を撃て。俺の力の礎となれ。朝倉の軟弱な武者どもなど織田の敵ではないわ。おいらの出番だ。承知した。援軍を得た今こそ反撃の好機。とはいえ勢いのある織田勢をどう攻めたものか。開門。討ち死に。武功一ついただきだ。悔しいがここまでか。あなた鉄砲だ。織田が撃ってきたぞ。皆の者、ひるむでない。清き上杉に横島な弾など効かぬ。俺に任せる。合点承知。刹那で終わる。俺はまだ強くなれる。上杉本陣を守る砦で、超刹那で終わる。砦を奪い攻めの起点とせよ。刹那で終わる。俺はまだ強くなれる。俺の力の礎となれ。ここは引くほかあるまい。おいらの出番だ。よし、承知した。承知した。どんどん行くぞ。どんどん。武功一ついただきだ。叶う相手ではなかったか。見事。さらに精進せよ。聖道より外れし者に情けはかけぬぞ。少子。古臭い聖道とやらを抱えてさっさと滅ぶがいい。もうこんなところまで攻めてきたのか。鉱山だ。何でもするから助けてくれ。そうだ、私がこの地の案内役となろう。上杉勢を奇襲できる道があるのだ。
俺に任せろ。上杉兵とて恐れるに足りぬぞ。刹那で終わる。目の全てで俺はまだ強くなれる。開門。刹那起床。切り伏せた。刹那で終わる。合点昇進。俺はまだ強くなれる。ここを抜ければ上杉本陣まであと少しだ。開門。着いたぞ。敵が上杉の本陣だ。何？敵所か。目の全てで。奇襲とは下道の好みそうな策だ。見切れはしまい。合点承知。刹那で終わる。敵将切り伏せた。オイラの出番。悪い、迷惑かけた。オイラが討ち取った。叶う相手ではなかったか。うんうん、それでこそ秀吉だ。聖堂を掲げている我らに敗北は許されぬ。やっちまうぞ。これで朝倉は滅んだ。光秀、お前の覚悟見届けたぞ。もう戻ることはできない。次の浅井とも全力で戦い抜いてみせよう。朝倉義景は言った。
次に潰すべき相手は浅井長政。光秀よ、覚悟はできていような？俺は長政殿にも覚悟を問われている。揺るぎない覚悟を次の戦で示さねばならない。故に一切の容赦なく全力で臨む。行こう信長殿、天下一新の戦を進めるために。全軍に下知せよ。直ちに転進し織田に城を落とす。今日はいかがなさいますか。またいつでも。今日またいつでもどうぞ。越前朝倉家を滅ぼした信長は近江へと馬首を返し、浅井長政の本拠小谷城を包囲した。もはや頼るべき盟友もなく、孤立無援の窮地に陥った長政に対し、信長は最後の降伏勧告を行う。しかし長政は勧告に応じず、浅井家に嫁いだお市も織田家に戻ってこようとはしなかった。小谷城の戦い。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば討つほかあるまい。けどよ、権六殿にお市を守れと命じたのは信長様だろ。その命に従ってるだけの権六殿まで討つってのは。奴が今もその命を果たさんとしているならば、俺に討たれる覚悟もできているということだ。お二方の処遇の話は戦に勝ってからにされては。まずは長政殿を討つことに注力しましょう。長政は小谷城本丸にこもったまま動く気配はありません。本丸を攻め落とせば俺たちの勝ちってことです。もし攻め落とす前に長政さんが降伏してきたら。もはや長政は降伏すまい。皆容赦はいらん。二方面より兵を進め、徹底的に叩き潰せ。始末いたそう。俺に任せとけ。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ本丸まで進軍するぞ。長政殿に俺の覚悟を示す。天下一新、
阻ませはしない。さて、景気づけに火をつけて進むか。先に目障りな敵兵を始末するぞ。親父たちに遅れないよう、俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。ついに織田勢が攻めてきたな。俺は絶対に負けない。よし、一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。兵を指揮する俺と光秀、いずれが引いてもこの戦敵方の勝利と思う。ははん、目指すは圧勝というわけか。味方の戦力がそがれても圧勝とは言えねえな。敵兵はあらかた片付いてない。よし、砦に火をかけろ。開門。あの砦、不自然に門が開いているな。探りを入れるべきか。砦の制圧になったようだ。進軍を再開する。開門。敵だ。よし、ぶっ飛ばす。もっと派手に燃やしてやろう。宝禄兵を出せ。開門。他にも手頃な砦があるじゃないか。じゃんじゃん燃やしていくぞ。よし、承知した。あの砦を攻めるぞ。少しでも親父の役に立たねえと。打ち尻。お手合わせ願おうか。さらに精進せよ。開門。クール君、娘のため俺が食い止める。打ち尻。分かったぜ。迂闊に突出しよって覚悟せよ。この程度戦火とは呼べぬゆえ、この砦を落とすのが我らの役目。ご助力を願いたい。敵将、始末いたした。聞かせていただこう。見上げたものだな。よし、この間な、気をつけろ。開門。任せろ。織田の軍勢が近づいてきた。これ以上進ませるわけにはいかない。開門。どんなもんよ。打ち尻。
見事、さらに精進せよ。砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。ここは絶対分かったぜ。絶対に通さない。兄様の思い通りにはさせないんだから。討ち死に。ごめん。ガチ抜く。一、無事か。俺も共に戦うぞ。オラ長政様、敵を押し返そう。やはり二手に分かれて攻めてきた。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。ガチ抜く。開門。別動隊が狙われているようだ。捨ておくわけにはいくまい。織田の者ども、向こう向けたくば、に柴田を倒していけ。彼らの出番だ。敵をかく乱せよ。俺に会ったのが運の尽きだ。まで駆けよ。開門。わかったぜ。長政様、失礼ながら御首頂戴いたしまする。さすが利光、割り切ってんな。だがむしろ戦いやすくてありがてえ。討ち死に。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。オラ敵将、始末いたした。ゾンが役に立つじゃねえか。さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。任せろ。承知した。本丸への道が開いた。進軍するぞ。いざ参ろうぞ。承知した。
もんよ。叶う相手ではなかったか。おい美月、調子に乗るな。相手ではなかったか。マイルか、身の程知らずね。さらに精進せよ。呼べぬゆえ。承知した。不足なし、入れ。のふとして一層励みなされ。耐えきれん。任される。分かった。聞かせてもらう。どりゃせいや。どりゃどりゃそらせどりゃあってせいやそらせそらせどりゃどりゃせいや。敵の増援が南へ向かった隙に前線を押し上げるぞ。火をかけて進め。開門。分かったぜ。思った通りの活躍だね。投了総領せいや。この程度戦果とは呼べぬゆえ。せいやごめん。総領うがち抜く。あと道は進めば信長殿と交流できるかもしれないが。ここの武者、わしに付き合い。皆の者、織田勢を通してはならぬぞ。打ち死に。総領。へえ、ジョンが役に立つじゃねえか。打ち死に。
しにもならぬ。開門。任せろ。これでいい。すぐに本丸へ進むぞ。一、お前は逃げろ。これ以上俺に付き合う必要はねえ。長政様の志は私の志でもあるんだよ。自分の心を偽るなんて私にはできない。姫、俺も最後までお供しましょう。開門。浅井勢の戦意は衰えぬ。だがここが正念場だ。ひるまず進め。討ち死に。敵将ぶっ飛ばした。悔しいがここまでか。姫が戦場に立つ限り、俺は全力で守るのみ。
もはや何も言うまい。行くぞ。おいちと、その覚悟に俺も応えよう。なあおいちさん、戦わなきゃダメなのかよ。親父のことそんなに嫌いなのか。兄様が嫌いとかそういうことじゃなくて、私は長政様と同じ道を歩みたいの。承知した。されておるか。残るは長政のみ。下る気はねえ。絶対にだ。どこまで愚直なやつだ。長政、ここで決着をつけさせてもらうぞ。光秀、お前もようやく腹をくくったようだ。ならば遠慮なく行くぞ。お互いに己が信じる正しきことのため全力で戦う。長政殿、なんで折れねえんだよ。目指す先は親父とそう変わらねえはずだろ。いや、信長のやり方で気づく天下なんざ俺は見たくもねえんだよ。承知した。吉影様、一勝つ。最後まで抗ってみせる。任されよ。この程度戦果とは呼べぬゆえ。しまいだ、浅井長政。その目、やっぱり変わったな。あんた、所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。分かってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り、身勝手に多くの命を奪ったあんたを、俺は絶対許さねえ。鬼畜生に気づける天下は、花一つねえ地獄だけだ。
法、ろくな死に方しねえよ、あんた。ああ、忠告、痛み入る。うわっ、信長殿、お石殿と勝家殿をお連れした。兄様、私は自分の心を偽らず正直に動いた。だから悔いなんてない、命乞いもしないよ。俺も覚悟ならとうの昔にできてます。なあ親父、浅井との戦はもう終わったんだ。二人に織田に戻ってもらえばそれでいいじゃんか。長政に加担して織田に背いた以上、咎めを受けさせねば家中に示しがつくまい。恐れながら、妻が夫の志を共に果たさんとするのは至極当然のこと。それを責めるのは少し酷かと。勝家殿に至ってはお市様を守るというお役目を全うしたにすぎません。加えて勝家殿は家中屈指の戦上手、死なせては織田家にとって大変な損失になるかと。秀吉め、出過ぎたことを申す。何にせよ両人の咎めは免れぬ。一、権六、お前たちは当面の間蟄居を命ずる。稲屋は認めん。下がれ。